国モドキはゴミ虫だましかのカブトムシである。世界中で穀物等の貯蔵食物にとっての害虫であり、動物行動学及び食品安全研究のモデル生物である。体長3から4ミリメートル全体に赤活色で光沢は少ない。頭部には天国が蜜布しており、その両側は目の前で左右に少し広がり、目の前半を上下に分ける。 触角は先端から三節が横長になっている。前胸部背面では両側には天国が多く、シワがあるように見え、中央では少ない。幼虫の体長は6から7ミリメートルで単行色。腹部の末端に気褐色の突起が2本ある。この種は近縁種の平田国のストモドキと非常によく似ているが、それぞれの触角の末端に3つの棒状の構造が、 ついている点が異なる。コクヌストモドキはインド・オーストラリア起源で野外では平田コクヌストモドキと比べて長く生きられない。両種とも温暖環境では世界中に分布するが本種はより南に分布する。成虫は長明で3年以上生きることもある。かつては比較的低重性の昆虫であると考えられていたが、分子生物学的生態学的研究により、 気象によってかなりの距離移動することが明らかとなった。年に2から3回発生し、卵から成虫になるまでには、摂氏27度の環境で約50日かかる。メスは一生のうちに約330個の卵を産卵する。幼虫は高温先行性で乾燥にも強い。気温の高くなる春に活動を開始し、周期まで繁殖し、冬季には 成中のまま越冬する。国盗とモドキは、小麦、シリアル、パスタ、ビスケット、豆、ナッツ、砕け米、ぬか等の貯蔵された国粉を好み、損傷を与える。米などの国類を、コクゾ国ムシなどが加害し、国粉が溜まった場所にに二次的に発生する場合もある。寒さや炭酸ガス、外部からの接触刺激に反応して発ガン性のある、機能を分泌する習性があり。 食害や食品に異物として混入する他にも、食品の機能汚染による被害の例が極めて多い。また、本種は縮小常駐の中間宿主であり、本種の消化器から放出された6針幼虫を経口摂取すると、腹痛や不眠などの健康被害を受ける。ありがとうございます。